てくれました。どうぞ。はい、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。ちょっとね、風が。何も知らない新庄くんはいいタイミングで風吹きましたね。なんか落ちてた。教えてくれてありがとう。はい、戻った。ではよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、高知県須崎市から来ました新庄くんです。新庄くんはですね、非常に、バレエが得意で、100分は一見にしかずということで、ちょっと見てみましょうか。それではミュージックスタート。さあ、音響さんが何の曲を出してくるのか、皆さん少々お待ちください。初めてなんですけど、まあ、あの新庄くんはね、神社はその辺で拾われたカワウソでした。恩返しでカワウソやってるんでしたっけ。違う、違った。じゃあクイズします。新庄くんの好きな食べ物は何でしょう。はい、鍋焼きうどん。生ハム。新庄くんはですね、おじさんなのでお酒が好きなんですよ。あ、すいません、新庄くん5歳ぐらいだったのでお酒飲めなかったですよ。そうですね、はい。じゃあ第2問で、新庄くんのこの帽子は何をモチーフにした帽子でしょうか。はい、もっと PR することがたくさんあるだろう。
クラウドファンディングで1000万以上集めまして、高知県須崎市でなんと新庄君の銅像が立つことになりました。すごいですよね。この人こんな風に見えますけど、元公務員でね、立派な社長なんですよ。ふるさと納税ですごいもう須崎市を有名にして、今も美味しい須崎カンパチというものもネットでも販売しておりますので、ぜひご購入ください。ありがとうございました。寝てくれ新宿ありがとうね。はい、頑張った。5分間大抵1分間で帰ってね、一番ひどい時ステージ上がってハッピーターンどうぞって言われて、それを1分間ずっと一緒に食べ続けるっていうのがあったんですけど、あれよりは頑張ったと思います。全部パクリでしたけどね、その前のステージでね。はい、ということで新庄くんのステージ以上となりまして、この後ですが